どうもバナナです。ジーマンママです。今日はなんと後ろの看板をご覧ください。実は車をぶつけたりして新しい車に変えようとしばらく、旅を休んでました。その納車がなんと今日です。今太宰府のナッツさんに車を取り来たところです。だから納車に行ってまいります。はい、ジーマンとバナナンが行く。到着しました。来ました。すごい。うわ、素敵。あ、ありがとうございます。誰でも撮ってます。ありがとうございます。はい、わかりました。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず、こちらの方ですね。はい、こちらの方、はい、はい、ブラックボックス、グレータンクですね。で、ここを押していただいて、はい、引っ張ってもらうと、はい、はい、で、処理するときはここの方をこう出してもらう、ええ、こうやってひねってもらうと、で、こう出して、で、ここからホース突っ込んでみたいなですね。はい、洗う、洗うっていう。そうそう、それは新品で買えるんですか？あ、売ってますんで、もし何かあったら交換することはできます。差し込むと、はい、はい、あれだ、硬いんで、よかったら一回出してみましょうか。今何も入ってないんで軽いんですけど、中に入ってると結構重く重たい、ずっと軽い。やっぱりその流れてくるところっていうのは汚れるんですね。私は使わないので使わないいよいよの時とかの方が多いかもしれない、ね、そうですよね。コンビニもあります。そうそう、そうそう、うん、で、あとここですね、はい、お水を入れます。あの水槽のお水ですね、はいはい、で、ここに7リットル入ります、はい、で、ここに入れてもらうと中の便器の方の水が流れるようになります、はい、そこは7リットル、こう溢れ出すまで入れるんですか？何か、うん、溢れ出すまで入れてもらって大丈夫。溢れ出すまで入れてもらって、まあ、大体でいいです。これ台所も、これ台所は違う、また別に、これはトイレだけ、やっぱちょっとね、ちょっと少ない。で、閉める時なんですけど、ここをカチッと閉めてもらって、ここをカチッと閉める、はい、そうするとここの密閉が良くなるんで、で、先ほどのトイレっていうやつ、鍵がそんなにあるんですか？うん、あるんですよね。すごい。トイレって感じ、はい、これを
ここのパチパチパチをちょっと、しないと隙間が少しできるんで、中にお水入ってしまうことがあるんで、パチパチポッと、はい、感じで動いてください。ここはこれで、ここに一人寝れるぐらい、ね、ありますよね。アドブルあアドブルーね、はいはい、わ、はいはい、かりました。アドブルーって何？アドブルーって尿素なんですけど、あの排気ガスをきれいなものにするための液体になります。後ろからもできるんでね。これ給油ですね、うん、はい、水ですね。この台所で使ってない。はい、わかりました。先ほどあの溢れるまで入れるし、うん、ここから入れてもらって、はいはい、そこも溢れるかどうか、はいはい、まで入れてもらって。はい、ここは何リットル？これがですね、90リットル入ります。結構入りますね。でここからこうタンクが2つあって、うんうん、これが、つながってるのが下にこうホースでつながってるんですよ、はいはい、でこれが逆勾配になると、うん、こっち側に行かなくなっちゃうんですよ、うんうん、だけど左勾配にしてお水をバーって入れると、うん、あなるほどですね、うん、こうなっちゃうとこっち側に引き出らなくて、はいはい、こっち側で満タンになっちゃうんですよ、はいはい、それで入れてください、はい、だから助手席側が上がってる方がいいってことですね。そうですそうですそうです、はい、そうですね、うん、の方が入りやすい。はい、で、ここに溜まったタンクをですね、タンクのお水をこちら側で、あそこですね、熱を持つと、あそこから排水が出てきます、ね、排水が、うん、はい、出てきますね。中のお水入れ替えたいです、うん、しばらく使わないと、ここから出すんですね、はい、あっちから入れたものをここから出す、そうです、台所で使ったものをここから出す、あ、それで出るんです。はい。これをひねると出る。あ、そこ。はいはいはい。引っ張るんですね。横にですね。はいはい、そうすると排水、はいはい、トイレじゃなくて、シャワーのお水と台所の水がここから出る。かなり勢いよく出るわけです。出ます出ます。ということは気をつけてやらないと水かぶる。うんうん、かぶるというか手にスパーってついてる。うん、でこれは何リットルぐらい？あ、同じ。90リッター。うん。でそこはなんかサインが出るんですかね、中に中でね、メーターが、ただこのボイラーつけますよね、ええ、であっちに90リットル入ってボイラーに、22リットル貯蓄できる、はいはい、温度が112リットルはい、でこっち90リットルしかない、ええ、あふれるから、はい、だから排水がこまめに旅中、はい、してた方がいい、はい、わかりました、はい、ここがメインバッテリー、はいはい、まああまりいじるとこはないと思いますけど、うん、一応場所を置いておきます、はい、わかりました、はい、鍵が動くんですね。あとここですね、ここに冷蔵庫が入ってます、はいはい、で冷蔵庫が入ってて、あの夏の間とかちょっと、はい、暑くなりすぎて冷蔵庫の機能が落ちることがあるので、はい、その時はここを外して通気をちょっと良くするな。でこれは外しっぱなしにしとってあげる。ただこう横殴りの雨とか降ったら中に入っちゃうので、うんうんうん、まあギリギリまで開けない方がいいかな、はいはい、まあ、真夏に使いだったら、うん、そうですね、ちょっと効かないなって思ったら開けるようになると思います。旅はまだまだ続く。チャンネル登録よろしくお願いします。